コンデジの、水中ハウジングの使い方をやっていきます。今日使うのはこれです。リンパス TG4 のハウジングです。まずはロック外していきます。そしてこのつまみを上に噛みながらつまみを回していきます。開きました。はい、ではまずオーリングのメンテナンスをします。専用のオーリングリムーバーを使います。取り外していきます。ここにゴミがついてると水没することがあるので、これまた専用のオーリング用のグリスを塗り込んでいきます。塗る量はだいたい指先に米粒5分ぐらい取っていきます。オーリングに薄く伸ばしていきます。この時に指で分かる大きなゴミがあったら取り除けましょう。ハウジング側の溝にもゴミが残っていることがあるので、綿棒を使ってきれいにしていきます。ではオーリングを埋めていきます。ねじれないように注意してください。ついたらですね、もう一度オーリングにゴミがついていないかを目で確認しておきましょう。締めます。最後にロックをします。はい、あっという間にできました。これから水中写真をやってみたいなという方も、メンテナンスも簡単なこの TG シリーズがおすすめです。